マリーナホテル近くの端から撮影したモスク。ザガジグ、またはザガジク、ザガジーグはエジプト北部の町。ナイル川デルタの東部に位置するシャルキーヤ県の県都である。人口は1999年時点でおよそ27万9000人。フレッシュウォーター運河の支流、無地図運河沿いに築かれた。首都カイロからは鉄道で、 北北東へ 76km。デルタが育んだ、肥沃な地域の真ん中に位置し、エジプトの綿花、穀物交易の中心地となっている。ヨーロッパの商社が大規模な綿化工場を運営している。市内のザガジグ大学は、国内最大級の大学で、理系、文系かかわらず多くの学部がある。世界最大のイスラム系大学である。 アルイコールアズハル大学の文校もある。町の3キロメートル南東には古代エジプトの都市、ブバスティスが一致する。ブバスティスは古代の18番目のノモスで古代エジプトの女神バステトにちなみ築かれた。ブバスティスという名もバステトというヒエログリフのギリシャ天気である。第22、22 23王朝の首都でオソルコン2世やネクタネボ2世の建てた寺院の遺構が残る。 古王国の街道の裏には、聖なる猫を葬ったカタコンベがある。ありがとうございます。